申し込む。異色のラブラブ夫婦から一転、周囲も予想できなかった中島美嘉典子離婚。歌手の中島美嘉が男子バレーボール元日本代表の清水邦広と離婚した。清水は自身のツイッターで2人でしっかり話し合いを続けてきた結果、別々の道という選択肢がお互いの将来のために最善であると考えましたと離婚を報告。そしてこれまで一緒に過ごした時間はかけがえのないものですし感謝していますと前向きのコメントをした。同行は中島との連名で綴られている。結婚から3年余り、あんなにラブラブだった2人の姿を見ていた関係者たちはなぜと一同に口を揃える。交際のきっかけは2011年に中島が清水のバレーボールの試合を観戦したことだ。その時の様子はテレビでも放送されたのだが、自身の連絡先を清水に恥ずかしそうに渡す中島の姿は普段のクールなイメージからはとても想像できないものだった。遠距離恋愛を経て2014年にゴールインを果たした時、中島はその結婚報告を武道館の自身のコンサートで行っている。結婚できてよかった、今幸せですとまるで初恋をした少女のように話す姿はファンたちを喜ばせたものだ。しかし清水は大阪府枚方市を拠点とするパナソニックバンサーズに所属し、中島の拠点は主に東京だ。二人が東京と大阪でのそれぞれの生活が多く、家族としての時間を作ることが難しかったと説明するように、安全に同居することができずすれ違いが生じたようだ。美嘉さんが清水さんに一目惚れをしたことで始まった交際。美嘉さんは応援にも来ていましたし、パンナさんを大切にする美嘉さんとそれを嬉しそうに受け止める清水さんの姿が印象的でした。最近も仲がいいような話しか聞かなかったのでびっくりです。円満に今後のことを考えての離婚でしょうね。関係者。清水は2016年に出演したテレビ番組で普段のデートの様子やプロポーズのエピソードを披露していたのだが…距離には勝てなかったということか。